王法ばっか。きっかけは些細な口論だった。とある映画作品の挿入曲についての賛否を話していたのだが、私は結末を是とし、友人である彼はそれを癌として認めなかった。互いに酒が入っていたのも良くなかった。小さかった些細なすれ違いが加熱していき、あっという間に燃え上がってしまった。互いに引くことができず、譲れないまま口論となり、最終的にはつかみ合いとなった。店で飲んでいれば止めてくれる第三者がいてくれたかもしれないが、不幸なことに私の家で二人きりで飲んでいた。私たちは罵り合い、けなし合いながら揉み合い、ふとした拍子に相手がバランスを崩した。いや、事故のような言い方をするのはやめよう。恐ろしくなった私が彼を突き飛ばしたのだ。酔っていたこともあり、彼は大きくバランスを後ろへ崩して、テレビ台の角で後頭部をぶつけた。柔らかいものに硬いものが突き刺さるようなひどい音がした。おい、大丈夫か？助け起こそうとして顔を覗き込むと、焦点の合わない瞳の奥にある瞳孔が、まるで花のつぼみのようにゆっくりと開いていった。意志の火が吹き消されたように彼は死んだ。どろりとした赤黒い血が、フローリングの上に丸く広がっていく。見れば、鋭いガラス製のテレビ台の角が割れて、頸椎に突き刺さっていた。おびただしい量の血が彼の体から出ていくのを、どうすることもできずに無感動に眺めることしかできない。私の部屋が、ひどく鉄錆臭くなってしまった。どうすべきか、などと考える余裕さえなかった。思わずその場にへたり込んでしまった。こんなにもあっけなく人は死ぬのか。殺すつもりなどなかった。彼は同じ楽団の同僚であり、数年来の友人だ。これからずっと、この関係は続いていくものだと思っていたのに。そんな相手を、私は計らずも手にかけてしまったのだ。取り返しのつかないことをした。しかし、彼のためにこぼれる涙は一粒もない。今の私の心を支配しているのは、己の保身だ。おしまいだ、何もかも。露見してしまえば、私の人生は終わる。演奏者として二度と公の場には立てないだろう。このまま理性に従って自首し、刑務所で罪を償って戻ってきたとしても、演奏者としての私は死んだも同然だ。まともに生きていくことなど叶わない。元犯罪者を受け入れてくれる楽団など存在しないだろう。そうだ、露見すればの話だ。幸いなことに目撃者もいない。隠蔽してしまえばいい。彼の遺体さえ出てこなければ、事件そのものをなかったことにできる。誰とも連絡がつかないまま失踪扱いになるだろう。不意に、脳裏をあの笛がよぎった。彼が海外へ留学した際に手に入れたという骨董品のフルート。昔から彼のことを知る人物によれば、あの笛を手に入れてから、彼の演奏は別次元のそれへと生まれ変わったという。あの繊細で美しい、味わいのある音色があればこそ、彼は多くの演奏家に認められたのだ。あれを自分のものにする繊細一遇の機会ではないか。そうだ、あの笛は死人にはもったいない代物だ。私は彼を放置したまま、手袋をつけて彼のカバンの中を物色した。今まで何度も彼に笛を譲ってくれないかと頼んだことがあった。家財の何もかもを売り払ってでも欲しいと懇願する私の頼みを、
彼は頑として聞き入れてはくれなかった。一度は諦めた。だが、あの笛のことがどうしても忘れられなかったのだ。しかし、いくら探しても笛は見当たらない。昼間の練習では使っていたはずだ。夜までの間に一度、家へ帰って自宅へ置いてきたのだろうか。くそ、余計な真似を。思わず爪を噛む。とりあえず彼の遺体を隠すことを決めた。このままリビングに置いておくわけにはいかないし、万が一向かいのアパートの住人から見られたらすぐに発覚してしまう。ポケットに入っているものを確かめると、運転免許証と家の鍵、それから携帯電話が出てきた。免許証入れには保険証も一緒に入っている。すでに頭からの出血は止まっているように見えた。半開きのまま閉じない彼の視線を遮るようにビニール袋を頭部にかぶせてから口を軽く縛る。ぐったりと横たわる死体をしばらくぼんやりと眺めた。それから頭の後ろと膝に手を入れて体を抱え上げる。成人の男にしては小柄な部類だったが、死体になっているせいか想像していたよりもはるかに重かった。まるで湿った土の詰まった人形のようだ。どうにかユニットバスの浴槽へと彼を下ろして冷水を溜めていく。季節が冬とはいえ、少しでも冷やしておいた方が腐敗するのも遅くなるはずだ。頭にかぶせたビニール袋を今さら外す気にはなれなかった。口の中に水が注ぎ込むたびにごぼりと鈍い音がしていたが、やがて肺に水が溜まったのか、それすらも聞こえなくなった。気味が悪いんだ。あれくらいで転倒する方がどうかしてる。おかげでこっちはいい迷惑だよ。まあ迷惑料はもらうから、化けて出てこないでくれよ。ほんの少し前まで話をしていた友人が死体となり、私が普段使用している浴槽で冷たく横になっている。その奇妙な光景がまるで現実を感じさせなかった。私は水が風呂の縁から溢れ出ていくのを確かめてから、蛇口を絞り、水がわずかに流れるように調整した。よどむと良くないような気がしたからだ。それからリビングへ戻り、彼の血液をすべてバスタオルで拭き取っていった。念のためアルコールでも消毒しておいたが、どれほどの効果があるのかわからない。血まみれのタオルをそのままゴミ捨て場に出すわけにはいかないので、洗濯機で一度洗ってから可燃物としてゴミに出すことに決めた。そうして、ようやく一段落つく頃には、すっかり深夜を回ってしまっていた。いつもならとっくに床についてる時間なのに、目が冴えてまるで眠くならない。カバンの中身を改めて確かめると、彼が普段から使っている手帳とタブレット端末、長財布が出てきた。なんとなしに手帳にざっと目を通してみると、あちこちに督促状という文字が書き込まれていた。内容を読む限り、彼には多額の借金があったらしい。そういえば、彼はしっかりしているように見えて、金遣いが荒いという一面があった。貸した金はまず戻ってこない、というのが仲間内での評価で、実際にお金に関してはひどくルーズだった。借りた金を返さないまま、人間関係を終えてうやむやにしてしまうのだ。楽団の後輩にまで金を借りるようになり、厳重に注意を受けたこともあった。そんなだらしない男なのに、彼のフルートの音色は抜群だった。彼の演奏に嫉妬しなかったフルート奏者はいないだろう。もっと大きな楽団で活躍していても不思議ではなかったが、何分正確に難があったように思う。改めて手帳の内容に目を通してみると、スケジュール帳というよりは雑多なメモ帳のようだった。書き込んである字も走り書きのようで汚い。
これほど大雑把な書き方では本人も後から見るときに困るだろう。簡単な日記も兼ねていたのか、楽団の上司たちに対する愚痴が目立つ。その中に不穏な言葉が綴られている箇所を見つけて、ページをめくる指が止まった。もう限界だ。これ以上逃げることはできそうにない。因果応報だろうか、それでも私はまだ演奏家として生きていきたい。手放すべきだ。そんな中、今月のスケジュールの書き込みの中に気になるものを見つけた。ひときわ目立つように蛍光色のペンで線引きしてある。笛を七に入れる。屋敷町の夜行堂とあった。七に入れるという言葉が矢印で今日の日付のスペースに書き込んである。ひどく嫌な予感がした。まさかという思いが頭をよぎり、手帳を放り捨てる。慌ててカバンの中を漁って財布を手に取ると、異常なほどずっしりと重かった。中を確かめると、一万円札が財布いっぱいに詰め込まれていた。ざっと見ただけでも100枚以上あるだろう。カバンの外側のポケットからも、折りたたんだ一万円札が大量に出てきた。私は信じられない思いで、カバンの中にあったすべての金をかき集めた。数えると200万円ある。冗談だろ。まさかたった200万ポッチであの笛を質に入れたのか。信じがたかった。演奏者にとって己の楽器以上に大切なものはないはずだ。自らの魂と言っても過言ではない。それなのに、彼は唯一無二のそれを質に入れたのだ。取り戻す算段があったとはとても思えない。ああ、そうか。彼はあの笛にふさわしくなかったのか。そうだ、そうだろうとも。演奏家にあるまじき将魂だ。死んで当たり前の人間だったわけだ。彼が今夜ここで命を落としたのは、定めだったのだろう。私は手帳を拾い上げて、改めて視線を落とした。どうやら屋敷町にある夜行堂という店に質入れしたようだ。無関係を装い、この金を持って買い取ってしまえばいい。そうすれば晴れて、私はあの笛の持ち主になれる。しかし、肝心の夜行堂という店の情報はいくらネット検索にかけても引っかからなかった。あまり有名な店ではないのか、あるいはネットにも載らないような古い店なのかもしれない。どちらにせよ、現地に出向いて自分の足で探すしかないだろう。あの笛を自らのものにできるのだと思うと、たまらなく嬉しかった。廊下の暗がりに誰かが立っているような気がしたが、そんなことさえもどうでもいい。ベッドに横になってまどろんでいるうちに、いつの間にか眠ってしまった。